皆さんこんにちは。音質改善マル秘大作戦オーディオ入門です。今回で154回目になります。今回は皆さんがオーディオを楽しまれているお部屋の音響、音の聞こえ方を整える方法ですね。そのやり方の一つをご紹介したいと思います。具体的にはオーディオを楽しまれている際にどうしても発生してしまう低罪波と反射音の処理の仕方になります。この低罪波と反射音の処理をする際にはいくつかのツールが必要となってくるんですが、今回は最強とも思えるツールをやっと入手しましたので、それについてご紹介したいと思います。例えばこれがアクセサリーとして市販されている吸音ボードまたは音の拡散ボードだとすると、安いものでも一つ4、5000円はしますよね。なので必要な分揃えたとすると、この吸音または拡散ボードだけで少しまとまった金額がかかってしまうのはなんとなく皆さんにもイメージができますよね。それが今回ご紹介する方法ツールの場合にはなんと0円です。ただでお部屋の音響を整えることができるんですね。なので興味のある方は最後までご覧になってみてください。それでそもそもこの低罪波と反射音という言葉を今回初めて耳にしたという方もいらっしゃると思いますので、それぞれについてごくごく簡単にご説明します。低罪波というのは、例えば温泉の大浴場やご自宅のお風呂場の中で声を出したとすると、エコーがかかったように声が響きますよね。皆さんの中には入浴中に気分よく歌を歌ったりしている方もいらっしゃるのではないかと思います。低罪波とはつまりそれのことです。振幅が同じ波長の音が反射しずれながら重なることによって音が増幅したり打ち消し合ったりする現象のことです。また反射音とはスピーカーから出た音がお部屋の壁や床や天井にぶつかり、まるでビリヤードのように幾重にも反射をし続けます。その上、たちの悪いことに二次元ではなく立体的に上下左右とビリヤード同様に音がお部屋の中で反射し続ける現象のことです。音の秒速は約340m です。お部屋の中で音楽を聴いているわけですから、次々と新しい音が出てきますので、お部屋の中は音であふれかえっている状態になってしまっています。この低罪波と反射音によってオーディオの聞こえ方はひどく悪くなってしまいます。どのように悪くなってしまうのかというと、例えば音数が多すぎますので音像定位がぼやけてしまい、ボーカルなどがセンターにはっきりと浮かび上がってこなかったりします。またゴーストというんですが、音像が複数浮かび上がって聞こえたりしてしまいます。またお部屋の中の要所要所に音が溜まってしまったり、一定の音だけが強調されたりと、なんとなく不自然な違和感のある聞こえ方になってしまいます。なのでこの低罪波と反射音の処理をすることによって、随分とすっきりとした感じのいい聞こえ方へと変えることができるんですね。音場再現も正確なものへと変わります。イメージとしては朝の通勤ラッシュ時の満員電車を思い浮かべてみてください。ぎゅうぎゅう詰めでひどく息苦しいですよね。つまり何も音の処理をしていない部屋というのは音であふれかえっているんですね。一方日中の電車だったらどうでしょう。大体は空いていますので快適に乗車することができますよね。つまり低罪波と反射音の処理をある程度した部屋というのは音数もほどほどでオーディオの音を快適に楽しめるということになります。少し例え方に無理がありましたが、それでもなんとなくは何を言いたいのかについてはご理解することができたのではないでしょうか。このようなことからもコンサートホールであったりスタジオなどではそれぞれにこの低罪波と反射音の処理をしっかりすることによって、それぞれに適した音の聞こえ方、つまり音響を整えているわけなんですね。それでコンサートホール並みまたはスタジオ並みと今回は歌っておりますが、
さすがにですね、そこまでのクオリティに仕上げるのはかなり難しいんでしょうね。これについてはイメージです。とはいえ、ご自分なりにできる範囲内でこの低罪波と反射音の処理をすることによって、皆さんのお部屋であったとしても音の聞こえ方を大幅に改善することができます。お部屋の音響を整えることができるんですね。オーディオを楽しむ上でより適した環境を作り出すことが皆さんにでも簡単にできます。それでこのお部屋の低罪波と反射音の簡単な処理のやり方についてはすでにトピックの37でご紹介しています。ですから興味のある方はそちらを一度ご覧いただいて、実際にご自分の部屋で試してみてください。お金はそんなにかかりません。それにもかかわらず、その改善効果はとても高く、音の聞こえ方というのははっきりと変わります。良くなります。それで今回は冒頭でも少し言いましたが、この低罪波と反射音の処理をする上でとても効果のある最強ツールと思われるものをやっと入手することができましたので、それについてご紹介したいと思います。しかもただです。0円で入手しました。それでは一体どんなものなのか、皆さんと一緒に早速見ていきたいと思います。はい、それでは今回どんなツールを入手したのか見ていきたいと思います。まずこちらをご覧ください。まさかの卵の容器です。この形状がとてもいいと思います。とても効率よく音を拡散するんじゃないかなと思っています。ただ材質と質感ですね、見た目をあまり気にしない私でもさすがにですね、これを部屋の壁に貼り付けることは不可能です。終戦直後のバラック小屋みたくなっちゃいますからね。さすがにこれは使えません。ただ形状としてはとてもいいんですよね。なので今回ですね、入手したものをお見せします。これになりますね。これを見て同年代の方々は懐かしいと思ったんじゃないでしょうか。私たちが子供の頃、大昔ですね、卵というのは今みたく10個パックで売ってませんでした。このようなシートに1個ずつ置いて売ってましたよね。ここに卵が 4,50 個入って、このように重ねられて売られていましたよね。まあ今では目にすることのない光景ですね。これをやっとですね、入手することができました。どうでしょう、質感的にも紙です。プラスチックとは違いますのでね、また細かな凹凸がありますから非常に拡散効果高いと思います。そうは思いませんか。とはいえこれでもですね、さすがの私でもこのまま部屋に貼り付けることはできません。ということで一手間かけました。こんな感じにですね、仕上げてみました。どうでしょう、これでしたら市販されている拡散ボードと見劣りしないんじゃないでしょうか。こんな感じです。このまま使うのと比べれば全然違いますよね。また私は黒で仕上げましたけれども、お部屋に合わせて白であったりアイボリーで仕上げれば違和感はゼロだと思います。まあゼロかどうか分かりませんけど、ほとんどないでしょうね。実際私の部屋で使っていても違和感はありません。現在ですね、私の部屋ではこれと同じものを10個使っています。低罪波と反射音の処理で使っていますね。私の場合、転勤とかゴルフとかで実はオーディオに関しては中抜けあるんですね。20年近く中抜けあります。それで今から20年ほど前に、まあ、腰を痛めてオーディオに戻ってきたわけなんですけれども、その際にこれを探して片っ端からスーパーであったり業務用スーパー問い合わせをしましたけれども、やはり今時はもう取り扱いがなくて入手することができませんでした。ただ少し前にですね、ある方のオーディオ関係の動画を見ていて、お部屋の中でこれを使ってたんですね。それを見てからですね、どうしても今一度入手したくなりまして、いろいろなところに問い合わせをしました。まあ身近なスーパーばかりですね。
ただやはりですね、取り扱いはありません。ということで、自宅から少し離れてしまいますので、聞いたことのない鶏卵業者に問い合わせをしました。また直売店ですね、聞いてみました。そうしましたら案の定取り扱いがありました。何箇所かありましたね。まあそういった経緯がありまして、めでたく入手することができました。まあ卵はですね、 4,50 個入る、まあこのサイズで新品ですと1枚30円ということでした。ただ私がですね、分けていただいた直売店は使用済みの、まあ廃棄処分するものであればただで持ってっていいよということを言われましたので、20枚ほどですね、無料で分けていただくことができました。とてもラッキーでした。まあ入手経路、方法としてはとても貧乏臭いですけれども、ただとてもいいですよ。ですからお部屋の音響を整える上で低材波と反射音の処理にお困りの方は、少し勇気を振り絞って鶏卵業者に問い合わせしてみるといいんじゃないかなと思います。まあ先ほどもお見せしましたけれども、このまま使うわけにはいきませんから、このようにですね、ご自分でちょっと綺麗に仕上げれば問題なく使えるんじゃないかなと思います。少なからず私はこの見た目ですね、気になりません。まあこういう拡散ボードも売ってるかもしれないなくらいに見ています。仮に市販されていたとして、3,000〜4,000円の拡散ボードですよと言われたら、そうかもしれないなくらいに受け取れるんじゃないでしょうか。それで部屋のですね、低材波と反射音の処理ですね、一番初めは何もしてませんでした。一番初めはこのように100円ショップで売っている滑り止めマットとフェルトを使って低材波と反射音の処理をしました。するとですね、その効果はとても大きかったですね。びっくりするほどに音の聞こえ方変わりました。部屋の音響が整ったといった感じですね。ボーカルやピアノやギターですね、もう定位がバッチリと決まって、ボーカルなんかは一歩手前に出てきましたね。本当驚きました。ただ今回滑り止めマットからこちらの方に変えた時にはそれほど衝撃的な変化はありませんでした。とはいえ、さらなる静寂感というか拡散効果が高いので、音の聞こえ方というか音が変なところに溜まってる感じがですね、一切なくなりました。やはりこれはとても効果が高いですね。それでは私が部屋で実際にどのように使っているのか少し見ていきたいと思います。はい、それでは先ほどご紹介した拡散ボードですね、部屋で実際見栄えってどんな感じなのか見ていきたいと思います。今はもう10時少し前ですね。私は日中オーディオを聞きません。まあいじることはあってもちゃんと聞くのはだいたい8時過ぎですね。ということで少しやっちゃってます、ごめんなさい。拡散ボードですね、見た目としてはどんな感じなのか、まあ私はこの時間帯でしか見ませんので、この状態で問題があれば問題があるし、問題がなければないわけですね。まあ見ていきたいと思います。まずはシステムの背面ですよね。こんな感じに使っています。スピーカーの後ろですね、あとはセンターですね、さらにスピーカーの背面ですね、それと壁と天井で作り出すこの角ですね、ここに一番音がたまります。当然両方ですね、対称にしています。左右非対称は NG です。他のところも見ていきますね。ここにも使っています、ここにも使っています、ここにもこのように使っています。案内私の部屋ではここがくせ者なんですが、ここにも使っています。低材波は一切ありません。はい、天井にもこのように少しつけています。こんな感じですね。ちょうど部屋の中央あたりの天井にこのようなものも取り付けています。結構これも効果ありますね。音像が上にずれなくなりました。こんな感じです。そうそう、
当然シューマン共鳴波8世紀もこのように使っています。こんな感じですね。ここにも使っています。近寄ってみますね。ズームインしてみました。これが超低周波パルスジェネレーターというものになります。まあこういうことを一般的には自己満足と言うんでしょうね。まあこんな感じに身の丈のあった楽しみ方を私はしていますと、このような感じに近くで見るともしかしたら少し荒が見えるかもしれませんけれども、お部屋の中に設置してしまえば気になりません。皆さんも試してみた方がもしかしたらいいのかもしれませんよ。少しグダグダになっちゃいましたけれども、このままアップします。失礼していただきますね。ということで、今回は皆さんがオーディオを楽しまれているお部屋の音響を整える上で不可欠となってくる低材波と反射音の処理をする際に必要となるツール、音の拡散ボードのご紹介でした。これはとても効果的に低材波と反射音をバランスよく散らしてくれるので、実際に使ってみても音の聞こえ方に違和感はありません。また何といっても使用済みのシートなら0円です。市販品でしたら拡散ボード1つだいたい 4,5 円はします。これをお部屋に必要な分入手したとすると少しまとまった金額になってしまいますよね。それと比べるとただでお部屋の音響を整えることができますので、やらない理由がどこにもありません。興味のある方は一度試してみるといいと思います。また仮に新しいものしかなかったとしても1枚30円ですから、10枚20枚と入手したとしてもそんなにご負担にはならないと思います。またどちらの地域であったとしても鶏卵業者または直売店はあるはずです。そこにまずは問い合わせをしてみてください。おそらく取り扱いがあって必要とする枚数を分けてくれるのではないかと思います。また見た目の方もこのまま使うのにはさすがに抵抗があると思われますが、先ほどお見せしたように少し手を加えて市販品みたく仕上げてしまえば見た目についてもあまり問題はないかと思います。少なからず私は気になりませんね。なので次回はこれの作り方についてご紹介したいと思います。少しだけ工夫が必要なので興味のある方は引き続きご覧になってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。